お久しぶりです、姫田様。ご無事で何よりです。あいにくゆるりと会話を楽しんでいる余裕はない。せっかちだな。獅子はどこだ。あなたでは倒せませんよ。あの人は怪物ですから。前より早くなったみたいですね。あなたが修行で腕を上げてきてくれたのなら、こちらも礼を尽くさないと。